はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験3月にしておきたいこと年中編です。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、小学校受験3月にしておきたいということで、ここでいう年中さんというのは、来月ですね、4月の新年度に年中さんになる方ですね。そうなんです、はい、現在の年少さんですね、はい、だからなぜ年中編とか言って3月にしておきたいことっていう意味合いは、はい、要するにそれは年中としてやるべきものではなくて、うんうん、その3月末日までにおいて年少として の発達段階みたいなものをもうクリアするというか、うん、できるようにしておかなくちゃいけないという、うん、それはもう私立に行こうが公立に行こうがそれは関係なく、人間としてこの3、4歳、うん、まあ3、4歳ですかね、3歳、4歳そうですね、そうですね、だから今現在年少としての、まあ、生まれて3年4年で身につけておかなきゃ、そうですね、身につけておかなきゃいけない、まあ一つのまとめ編。やっぱり4月になって4月になっちゃったとか思っても、実はそこで学年1個上がるんですよね。だから初めてそこで4月になったら年中ということは、やっぱり幼稚園でも年少、年中、年長とこう3段階にただ単に持ち上がるだけじゃなくて、うん、やっぱり年少では年少までの一つの大切な区切りみたいなものがクリアできてるかなっていうところを、うん、やっぱり見なくてはいけないと。で、じゃあ何が年少までの間に大切かっていうと、こうちゃんと考えられる力、はい、もうそこをきちんとしていかないと、もうだんだん今度は年中になってものを考えるっていう癖っていうのはやっぱり積み重ねなので、うん、年少の間でもうなんか適当に何でもかんでもやる子、それがやっぱり年中になったらそれはまた身につくから、うんうん、で最後年長になってもやっぱり適当で終わっちゃうってい う、うんうんうん、でその一番大切なのは、まあ、2歳までってそんなに思考力ってはさすがにないのでね、やっぱり3歳4歳って本当にこう思考力、ものを考えるっていう力が一番構築される時なんですよね。だからその自ら考える力、はい、まあだからどうして、まあ親がやって、例えばね、お湯を沸かすにしても夜間を見たり物を見たりする、これはなどうやって使うのかな、うんうん、歯ブラシだっていつもこうやって見てるけど、うん、言葉でこれはどうやって使うものか、うんうん、ね、歯磨きとかって終わっちゃうんですよ。そうじゃなくて歯の汚れたものをこのブラシでね、うん、こすって取って取ると虫歯にならないと、これを 歯磨き歯ブラシって言って歯磨きって言うんだよみたいな、そのなんていうのかな、きちんとしたそういうこう論理的にものが喋れる、そういうものを構築の本当に基礎編みたいなものが終わってなきゃいけない。そうですね、だから年少になってやっぱりまだ喋れないとか、自分の思ったことが言えないとか、やっぱり喋る子は喋りますからね、もうこの時点で、うん、今来てるうちの年少さんでももうきちんと大人のように対応できてますからね。そういうね、やっぱり赤ちゃんの子もいれば、そうやってきちんと対応ができたり、ちゃんと人の話が聞けたりっていう子までやっぱりもういるので、できればその年少の最終目標としては椅子に座ってきちんと話を聞いて、きちんとね、コミュニケーションができるっていう、言葉のキャッチボールができるっていう、それには集中力だったり、ものを考えたりしなきゃいけないっていう力って必要ですよね。そうですね、はい、だから、まあ、月齢にもよるかもしれないけど、やっぱりお兄さんよりの、年少さんと赤ちゃんよりの年少さんってどうしてもいますからね。そうですね、うん、だから一番問題なのは、まあ、お姉さんよりの年少さんっていうのは、はい、もうそれはね、何でものが分かるけれども、うん、これから次に年中としてステップアップできるけれども、はい、赤ちゃんよりの年少さん、うん、つまり3月生まれとか2月生まれの子たちっていうのは、うん、もうある程度同じ学年を踏んでいくんであれば、
その年の12月生まれぐらいまではバックする必要性ってあるんですね。でまずその年少、その赤ちゃん寄りの年少さんっていうのはやっぱり語彙が不足してるので、やっぱり言語力をつけてあげなきゃいけない。すごい大きなことは考えられないけど、小さなことはちゃんと考えられるように自分で考えてね、自分なりに行動ができるという、まあそれとあと話を聞いたりとか、そういう力っていうのが最終的につけて年中にステップアップしていくっていうことではないかと思うんです、はい、やっぱりそのための取り組みというのは焦ってガンガン詰め込むというよりは、やっぱりその子の状況に応じて一歩上のステップに上がれるように、例えば読み聞かせであったり、本使ったりであったり、普段の日常で話しかけたりとか、そういうところなんですかね。そうですね、うん、今ちょっと赤ちゃん寄りの年少っていうのが一人いてお姉さん寄りの年少っていうのもいるんですけど、まあお姉さん寄りの年少は、まあこのまま順調だなって思って、もっとこれを伸ばしてあげられればいいなって思ってるんですけど、実は赤ちゃん寄りの年少っていうのはもう今度年中にステップアップしたらあと7ヶ月ぐらいですかね。で新年長というものに上がっていくっていうことを考えると、意外とあっという間ですよね。そうなんです。でその子っていうのはすごいもう喋りは上手なんですけれども、あまり物を考えないという、でやっと最近ね、もうそういう子はとてもグループではできないので、今は私たちも焦り気味なんですけれども、ともかく一つ一つ焦ることなく、右と左、今日は右と左が分かるようになりました。でもそれでもいいんですよね。やっぱりそのまま何もしないで年長に上がってきちゃって、今右も左も分からないっていうこともあり得るので、それよりは本当に今右の木とか左の木っていう、そういうことが分かるだけでも違いますし、で数でもちゃんと 1,2,3,4,5 何個あったか、5個あった、じゃあその数だけ丸を書いていきましょうっていう、それがまた丸がすごい丸を書いてて、で私も気がついたんですけど、どん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 丸を書いたらこうぐるって書かなきゃいけないのを、どん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 こうぐるができなくて永遠に線になってぐるじゃ、書き始めに戻ってくるのが大変で、そうなんです、そうなんです、だからここからスタートしたら丸って元に戻りますよね、はい、それが丸なんですけれども、その出発点に戻ってこれないっていう、そのまま年中に上がられるとすごい困るの で、例えば物を数えて6個って分かっても6個丸かけないと困るので、この間からは丸の練習、いい駅を出発したらね、元の駅に戻るんだよって言って、もうしまいには手を持ってでも丸を書く練習をして、それではお家でともかくこの丸だけ書けるようにしてくださいっていう宿題を出したんですけれども、でも次の週かな、多分頑張ってやったんだと思うんですけど、丸が書けるようになった。それでも重要なんですよ。だからこの年少でできなきゃいけないこと、最後のまとめでできなきゃいけないことっていうのは、物を数えてそれを6個だって分かったら6個言われた色で丸をつけるっていう、丸を書くという、本当にその動作がきちんと頭で構築されてね、できるかどうかっていう、6個で数えたはいいものの、何も頭で考えないでもう丸パッパッパッパ書いたりとか、もうそれは困るんですよね、はい、そういうきちんとこの考えを分ける6個です、だから6個だから緑の丸って言ったから緑色で丸を6個かけるっていう、そういうふうなこう簡単のように大人には思えるんですけど、実は子供にとっては大変っていう、そうですね。だから1回1回のレッスンでできることってちょっとずつかもしれないけど、でも10回重ねればね、10歩先に進んでるって、やってなかったらそのまんまっていうことで、そうなんです。でも本当に一周一周進化していくような感じを感じますよね。そうです、とっても良くなってきて、だから年少は年少の塊、年中は年中の塊、それから年長は年長って、こうやっぱり幼児期っていうのはこうせっかく3段階あるので、はい、やっぱり親は冒頭、ああもう年少終わっちゃったわ、次は何、幼稚園の真ん中の学年だわなんて喜んでる場合じゃなくて、はい、じゃあ今度真ん中の学年が年中の時、年中をちゃんとやらずに今度は年長に上がっていっちゃったとか言うと、本当に真ん中がないっていう、穴埋めも大変なんです、そりゃそうですよね。ピラミッドやら家やら作るのに柱がなければ屋根は立ちませんからね。
本当にそれがね、じゃあ後からじゃあやっぱりこの家を壊して、家ならね、うん、どうも真ん中の木腐ってるみたいだけど、うんうん、大きくなってね、まあ、そういっぱい暮らしてやっぱりこれは不都合だわって、うん、もう一回そこをね、うん、切って立て直ししましょうっていうのは家はできますけど、うん、子供はそこで積み重ねてないものを元に戻ることはできないんですよね、うん、タイムマシンもありませんからね。そうです、はい、だからやっぱり一年一年をこう大事にしていくっていう意味で、うん、まあご自分のうちでやる方はご自分のうちのでやってもよろしいんですけれども、はい、私たちは今度その年中に一歩上がる年少のもう最後のまとめとして、そのまあ、お家でできない方は私たちは春の講習っていうことで、年中は3日間なんですけれども、はい、お話の記憶、うんうん、こう話を聞いてそれで問題に答えるっていう、はい、まあ、どこまで聞いてるかっていうのと、うんうん、あと数の概念のまとめ、はい、それから言語の問題っていうのは本当に見逃しがちなんですけれども、反対言葉意外とできないんです。そうですよね、大きいの反対は何って短いって言うんですよ、うんうんうん、確かに似てる、ね、言いますよ ね、短いってよく使うんですよ。じゃなくて実は大きいの反対は小さい、うんうん、でこれって1年生とか の後半なんかに反対言葉を書いてみましょうなんていうあるんですけど、そういう時でもやっぱりきちんと高いの反対は低い、高いの反対は小さいとか言うんですよね。あと高くないとか、ね、そう高くないとかねそういうやっぱり合意的なこと、はい、で特にやっぱりインターとかに行ってらっしゃる方っていうのは、まあ、そういう部分がね、うん、足りなかったりするので、うん、まあそういうことを補うという意味で、まあ一応ね、4月で年中だけど年少の最後のまとめとして、うん、まあ、そういう春の講習会を開きたいと思ってるので、はい、ぜひ、うん、よかったらいらしてください。後々細かいのは後で、そうですね、情報はだけ出していきますね。情報あげますので、はい、ご参考にしてください。はい、お待ちしております。はい、お待ちしております。はい、ですね、じゃあ簡単にいきましょう。年中さんの、春季講習会ということで、現在もちょうど開講中なんですが、3月の上旬と4月の下旬に行います。詳しくはね、画面の表示の方を見ていただければと思います。はい、全3回なので、うん、そう、年中さんは全3回でありますね。それはなかなか年中というのは集団組めないので、うん、やっぱりみんなまだ ね3年か4年じゃもう得意なものも得意じゃないものもみんなバラバラなので、うん、別に3回だけ取っていただければそれで完結なので、はい、見てもオーダーメイドで、オーダーメイドなんです、はい、3月いっぱい4月のまあ春休みまでの間に、うんうん、3回取っていただいて、それをちゃんとお家できちんと復習してもらえれば、うん、まあ、完成形かなと思います。そうですね、はい、まあ、毎回皆さんおのおのスケジュールで組んでるので、お忙しい方でも例えば月か水って連続で取る方もいるし、はい、1週目に2回取って次は4月に入ってからもう1回とかで、ね、皆さんそれぞれの ね生活スタイルに合わせて組んでるなので、はい、じっくり先生とコミュニケーションも取れますし、大変いい機会だと思いますので、ぜひよかったら参加してください。はい、フレンドリー入会してない方でも利用できますのでね、はい、よろしかったらぜひご検討ください。はい、ありがとうございます。はい、小学校受験3月にしておきたいこと、年長編は1週間前3月2日分の動画をぜひご覧ください。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジンを配信しております。無料で由美先生が書き下ろした記事とかね、さまざまなお得な情報など配信しております。こちらの YouTube の概要欄にも登録用の、ね、URL を載っけておきますので、そちらからもぜひご登録ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。ぜひフレンドリーで遊びに来てください。由美先生がマンツーマン形式でお話をすることができます。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。ぜひ教室に来てみてください。はい、電話番号です。03-3390-0750番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、フレンドリースクールでは今後も小学校受験、幼稚園受験、海外での教育や英語教育についてお話をしていきます。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。